2015年ミート型の中段道で初登場、歴代3位の31試合連続安打を記録したベスト9で登場、プロ野球新記録となる216安打を放ち、チームで唯一フルイニング出場を果たした侍ジャパンで登場、第1回プレミア12に出場し、3位決定戦ではコールド勝ちを決めるツーランホームランを放った。2016年、ステータスが強化され、特殊能力は超アベレージヒッター、特殊能力に広角打法が追加され、7月にプロ初の2打席連続ホームランを放った。アニバーサリーで初選出、打率は3割を下回ったが2年連続でフルイニング出場を果たした。侍ジャパンで登場、第4回 WBC に出場し4試合に起用され、打率3割を記録した。2017年、センター守備的性が A に強化、特殊能力に流し打ちが追加された。プロスピセレクションで登場、7月は好調で月間 MVP を受賞した。ステータスが強化され、8月に通算1000本安打を達成した。パワちゃんセレクションで登場、首位打者と最多安打のタイトルに輝いた。ベスト9で登場、ゴールデングラブ賞も受賞し、3年連続でフルイニング出場を果たした。2018年、弾道が高弾道に強化され、特殊能力が超固め打ち20丸、プロスピセレクションで登場、5月に8試合連続マルチヒットを記録した。9月には自身初の逆転満塁ホームランを記録し、最終的に2年連続で最多安打のタイトル。ベスト9で登場、3割20本を2年連続でクリアし、西武10年ぶりの優勝に大きく貢献した。侍ジャパンで登場、日米野球に出場し、第4戦では自身初となるランニングホームランを記録した。2019年、キャプテンに就任し、5月は好調で自身4度目の月間 MVP を受賞した。ステータスは下がってしまったが、通算100ホームランを達成した。3年ぶりアニバーサリーで選出、5年連続フルイニング出場を果たした。海外 FA 権を行使し、メジャー挑戦、3年契約でレッズへ移籍し、背番号は4、9月以降は好調だったが不本意なシーズンとなった。外野陣が好調のため出場機会が減少、2度の故障を経験するなど結果を残せなかった。日本球界に復帰し、カープと3年契約、ミート総力同地で登場し、8月には日米通算1500本安打を達成した。2022年、タイムスリップで登場、2017年の能力、